あとは後方に3番の森裕樹です。6番手早くも動いていく。先行まくりの軌道型3番森裕樹です。乗っていく6番の福田博士、中止国勢上がってきました。さあさらに上がってきた3番の森裕樹、前を叩いて1番の駒井はどうしますか。さあ駒井がインから突っ張っていく。さあ1番の駒井突っ張りました。2番手は7番の小峰、さらに内から4番の二次重則、スーッと上げてここは3番手、1番の駒井先頭でジャンが入りました。2番手は7番の小峰、3番手4番の二次、最強勢1番7番4番前段です。3番の森幸が4番手、あとは5番の瀬口が6番手です。縦一列ラスト1周を切りました。さあ先行は地元東京駒井大輔、2番手は7番の小峰和坂、3番手4番の二次重則、1番7番4番と最強勢が飛ばしていきます。中段から3番森幸のまくり、3番手から2番手ですがどうでしょう。先頭は1番の駒井粘っている、番手7番の小峰絶好、あとは4番3番混戦で直線です。1番の駒井が先頭だ、大外から5番の瀬口匠、北二亮ファン TV。 ございます。長山さん、食レポお願いします。食べなぁ。生玉来たらめちゃくちゃうまかった。めちゃくちゃうまかったです。いらないですか、僕は出なくていいですか。着きました。あとは2番の北二亮です。昨日は瀬口の仕掛けにちょっと離れてしまいました。自ら前でここは何でもやる構えです。2番の北に、そして6番の橋本、2番6番と西の2人が後方です。その西勢が動いていきます。2番の北に両が上がって、さあ前1番桜井どうしますか。ここはすんなり1番の桜井引きました。上がった2番の北に、さあ北にがバンク上段に上がって先頭に立って、あとは6番の橋本、2番6番とこの辺西の2人です。引いた1番の桜井、これで3番手、5番の橋口と4番の菊池、巻き返しは1番の桜井、桜井がもう一度上がってここで先頭に立ちました。ここで鐘が入りました。1番の桜井弘樹が先頭、5番の橋口が番手、3番手4番の菊池、関東の3人が前段、2番の北谷が4番手にもう1回下げました。第4コーナー後ろを確認して、さあ1番の桜井、徐々にピッチを上げていきます。ラスト 400m を切りました。1番の桜井弘樹先行です。2番手は5番の橋口拓、3番手4番の菊池大輔、1番5番4番と関東の3人、さあ2番の北にどこから動いていけますか。現在4番手、あとは6番の橋本、西の2人2番6番で候補ですが、ようやく2番の北に踏み込んだんですが、また後ろだ、直線に入りました。桜井先頭、真ん中5番外1番ですが、4番ですが、うちでは1番の桜井。第2レースの審議 VTR を放映いたします。2番選手は第3周回第1コーナー付近において先頭走者として自らイエローラインを下方から越えてイエローラインの外側を2秒程度以上走行しましたので失格となりました。
内初のね競輪コミュニティっていうのね、僕やってますんで、興味のある方は概要欄から覗いてみてください。今日の動画は以上にしたいと思います。ということで、皆さんの車検が的中しますように。いってらっしゃい。